ましょうかというのがあるわけですね。で、まあ、何かの発表では、まあ、そこもちょっとつまびらかになったかと思いますが、まず最初にですね、そもそも最初に気象学でどういうことが分かったのか、でそれに関して例えばどういう方法であるとか、あるいは観測モデルでもいいですが、まあ、どういうことが鍵になっていたのかということですね、ちょっと発表の皆様からちょっと最初にちょっといただこうかなと思います。どういう順番でもいいかな、誰じゃお願いいたします。演奏に関しましては、まあ、最近って、まあ、50年、15年だと思いますけれども、まあ、これまで熱帯太平洋のみの、まあ、変動ということで、熱帯太平洋の中の大海結合、作用というのが、まあ、中心になってきたわけですけれども、まあまあ、戸田さんの話であったりとか、まあ、インド洋との、関係、まあ、インド洋がどういう変動しているかというのに着目されて、まあ、観測データも増えて、解析をされるようになって、インド洋の変動も明らかになって、そのあたりで変則の密度が明らかになってきたとか、まあ、大西洋に関しても、変則との関係、特に、まあ、塩素が他のところに与える影響もありますし、あと他の、変動ですね、大西洋とかインド洋が変の変動が塩素の変動に与える影響というのも、まあ、明らかになってきたというのが大きいのかなと思います。あと塩素自身に関しては、まあ、エルニーニョとラニーニョの非対称性、それは周期もそうだし、その大気海洋の総合作用もそうですけれども、そういうのも、まあ、明らかになってきたというところですね。あと、まあ、まあ、そういうところが、まあ、結構大きいのかなというふうに、考えています。例えばYBCを踏んだお話をしちゃうんですけれども、その今日の話の設定をモチベーションとして MGO であるとか、チェーンから大事なという話なんですけれども、今まで MGO というとその発生、もちろん現在の進行形で行われているわけですけれども、だいぶ MGO の理解が進んできて、やっぱりその発生に関しても、まだ一種諸説はあるけれども、だいぶ、まだビルを立たないけれども進んできている。でどうしてもそうなってくると、分からないところがまだ分からないかって出てくると、そのみたいなところの変調過程が全く分からないということ で、いるので、そういう点からいくと、意味上がある程度、理解が進んでいたがゆえに、ターゲットとして見るべきところとして、みたいなのがもう一回上がりで注目されているのかなというふうに気がします。で、あとは、みたいなそのものは研究非常に長いんですけれども、昔からも地域の重要性を言われていたんですが、さらにやればやるほど、非常にベーシックな知恵がでも日々起きるその対流が、単に起きているだけではなくて、そのライフスケールのものであるとか、いろんなものに対してインパクトが強いということが、やればやるほど分かってきて、改めて本当にベーシックなところに戻って、本当に我々は知ってたんだろうかというところを、突き詰める時期になるかなというところなので、最新という点でいうと、非常に古い研究テーマであるけれども、まさに最新が知恵が研究だというような、それが特に見たいしましたように、大きな、枠組みとしては それまでのイメージとしては熱帯では、海洋はアクティブで大気はパッシブであるというイメージが昔あったと思うんですが、私は大きな枠組みでは、まあ間違ってないとは思いますが、まあ、地域とか季節を選ぶによっては必ずしもそうではなくて、熱帯であっても海洋は大気に対してパッシブに振る舞うような地域も、あるということが、見出されてきて、そういうことを見出すにはやっぱり、衛星観測データが蓄積して、まあ、どんなにしますか、20年ぐらい東京を撮ってみて初めてそのまま見えてくるわけですから、そのためには、ね、そういう、熱帯の海洋上の、まあ、海面水温であるとか、大陸活動であるとか、それ以外いろんなものも含めて観測データは、ちゃんと蓄積してきたということが、一つ。まあ、あともう一つはやっぱり、私の研究に関して言えばですが、大気海洋、大気大循環モデルとか大気海洋結合モデルみたいなものは、高精度化してきたり、あるいは、気軽に、使えるようになってきたということによって、まあ、いろんな数値実験ができるようになって、そういうことによっても、
テストの辺は機能されるようになった、ということが大事かなと思っています。実は言うと小坂さんがですね、おっしゃったことかなり近いんですね。やはり、いろいろなスケールの相互作用ですね。しかもその海洋が持っている空間スケールが非常に小さいですし、また海洋がその持っている時間スケールも逆に言うと長いものになりますから、ですからその、やはり細かい空間の解像度で、しかもですね、データの蓄積がこれなければやはりこういう研究はなかなか難しいと。それからやはりモデリングに関してもですね、計算資源がですね、非常にこう飛躍的に、ここ15年、20年で、増大したことによってですね、モデル自体が高度化したこと、それから高解像度化もできましたし、その中のですね、さらにその、中度の海洋から大気という、決してその強くはないシグナルをですね、捉えられるだけのアンサンブル実験、解像度を高めた実験、そういうのができるようになった。それからメソスケール以下に関しては、もうこれは領域基本モデルをかなり皆さん使えるようになった。そういう、それとともに、さまざまな素材に対する理解というものかなということで、その技術とそれから、その、それに伴って、我々の認識がさらに高まったという、その相乗効果で研究が進展してきた部分が相当に大きいと思います。ありがとうございます。北極の気象学、海洋物理っていうのは熱帯あるいは中緯度、これまで盛んに行われてきた部分に比べて圧倒的に時代遅れだったわけです。でこれは研究者の人数自体もすごい少なかったわけですけれども、最近これだけ注目研究されるようになってきたのは、やはり北極の、例えば海氷が減少してきたとか、環境が急激に変わってきたせいで皆さん着目するようになってきたというのが、大きなポイントだと思います。で海氷がなくなりますと海と大気がそれに起こして、温暖化していきますので、そういったところで、観測をする、そういったことが、砕氷船を持っている国は氷をガシガシ割って海に、こういうのに行くんですけれども、福岡福岡日本は砕氷船ではなくて氷を割れない船しかなかったということで、氷のないところをずっと観測してきたわけです、ここ10年以上で。それが今海洋が、なくなっている場所の方がメジャーな領域になってきたということで、実はその観測データを積み重ねてきた、海洋がなくなったところを観測してきたのは日本が、リーダーシップを取っているわけです。でそういったところで、海洋の方は、すごい強かったんですけれども、さらに最近では、気象の観測も非常に重要だろうと、注意度、熱帯の大気海洋相互作用を見たら当然、気象の、大気観測も重要だろうということで、現在観測手法自体は、オーソドックスなものですけれども、それを北極で、やるということが新しいことだと思います。はい、ありがとうございました。フロアの方でですね、いや、こんなこともあるんじゃないかとか、いろいろそういうご意見もあるかと思います。あるいは、気象庁なんかでこう、やっぱりこうやっててですね、こういうあたりが、人口の改善が大きく効いたんじゃないかとか、そういうようなご意見もあるんじゃないかと思いますが、せっかくの機会ですので、総合討論ということで、フロアの方で、なんか、こういうところが、大気海洋で新しいんじゃないかというような、もしご意見ありましたら、ぜひいただきたいと思います。いかがでしょうか。ないです。大体、かなり発表者の方で、主要なところを網羅されてしまった。はい、マイクをすみません。海洋研究開発機構の茂手孝作です。
今日あのご講演拝聴してですね、かなり分野、もともとの出発点の分野は違う方が喋られてるんですけど、かなりこう言葉が通じてるというか、まあ、対話を見たわけじゃないんですけど、どの方の話も共通項が見出せるような話だったなというふうに思ったんですけど、で、僕も実際この頃感じるんですけど、やっぱり研究者同士の相互作用がものすごく進んだなというのが重要な進展をこう結果的には生み出してるんで、だから技術的にはそれぞれの分野で、まあ、データ同化が進んだりモデリングが良くなったり観測技術が良くなったりとかっていうのはあるんですけど、それが融合していくには結局研究者がつなげていかないといけないんですけど、それをだからやっぱりちょっと前まではなかなか言葉が通じなかったところをやっぱりすごいこの数年で超えてきたんじゃないかなと。でそれがやっぱり例えば中村さんのやられたホットスポットのプロジェクトのようなものだったり、まあ、これから YOP とか YMC とかっていう大きなプロジェクトがそういう役割を、研究者同士を相互作用させるための、役割をこう担ってきたのかなと思うんですけど、まあ、だからそれをさらにこうどうやってさらにもっともっと進めていくかっていうところが、まあ、もう一つ大きな見方ができるんじゃないかなというふうに、まあ、今日の講演、皆さんの講演を聞いてて僕はそういうふうに感じました。はい、ありがとうございます。まあ、元々のテーマがですね、大気海洋構造というか、大気海洋それぞれの、立場によるそういうことで、両方ありでないとできない、まあ、そういう問題もあったわけで、まあ、その辺のところですね、連携、海洋の方と海洋学者の連携とも含めて、まあ、今日発表いただいた方は主要出身の方だと思いますが、進んできたというようなことがあるんだと思います。はい、他にそれはあの最後にですね、テーマ4というのがございまして、今後の選考ということにしたいと思います。ですので、回答はその時にということで、はい、とりあえず、はい、ありがとうございます。はい、他の、いかがでしょうか。はい、まあ、この間ですね、まあ、あの分野だけじゃなくて、領域間も含めてですね、非常にそういう見方が広がってきて、まあ、そういう中で、例えば、まあ、観測はどうしても大事なわけですけれども、それに、ね、やはり広い範囲から、まあ、気づけるというような、まあ、そういうことが非常に進んできたというようなことをですね、よく分かってきたんじゃないかと思います。はい、ではですね、第1番目のテーマはこれで終わりまして、次にですね、やはりあのそうは言っても学問的にはそれでもいいんですが、やはりあの我々普通の人の感覚としてはですね、やっぱりそれが日本の、例えば食器予報だとかですね、まあ、そういうようなことが果たしてどんなふうになったのかということは、ここは気象学会の連盟局ということで、非常に強い関心があるんじゃないかなと思いますが、まあ、TJ パターンなんていうのはまさに日本の夏のですね、状況ということで、まあ、新田さんが発見されてきた、まあ、そういう現象だと思いますけれども。
をしていて、まあ、PJ パターン自体は別にエルニーニョに対する自動応答ではなくて、大気の中で勝手にできる部分ももちろんあるんですが、その一方ではエルニーニョの発達期に、夏、秋、冬とかその後の春がどんなものが出てくるかということは、例えば冬、エルニーニョの冬には日本は統計的には暖冬傾向にいて、で夏は涼しい傾向にあって、夏っていうのは発達期の夏と衰退期の夏で違うことが起こるはずですし、で、で衰退期の話はまあまあこんな風に進んできたんですが、発達期にどんなことが起こるかそんなにはまだよく研究されていないなと思っていますし、冬とかに関しても統計的には知られているんですが、それがどうやってもたらされるかは思ったほど研究の数が多くなくて、まだなんかいろいろできることがあるんじゃないのかなと思っています。なんか今後の展望みたいな感じですね。はい、ありがとうございます。そういうことで、例えば冬のその、季節の吹き具合、あるいはそのもう少しこの温暖化という観点からすれば、これもちょっとご紹介できませんでしたが、実は黒潮とかですね、あるいはその日本近海水温というのは全球平均に比べてもかなり早い速度でですね、温暖化してきてまして、まあ、そういう昔と同じような気圧配置があっても、まあ、そういう水温の変化によって、その雨の量が変わる、雪の量が変わっているです、ね、そういう現象も見えてきまして、まあ、そういうことを含めて、まあ、自分には予測です、予測可能性がどこまであるかという問題と、実際予測したときに、どれぐらいの、その例えば雨量だったり、雪の量だとか、まあ、そういうところも含めてですね、結構、今日はちょっと多分
表しているのかどうかっていう、少し振り出しに戻った議論が行われています。でこれは昨日の受賞記念講演会で少しお話しさせていただきましたけれども、まあ、それこそ、研究者のコミュニケーションが増えてきたということで、中緯度の大気、それから海洋をやっていらっしゃる研究者の人も、北極に非常に注目し始めている。そういった中で、中緯度海洋大気が、北極を変えて、その結果としてさらにもう一回中緯度に影響が及んでいるのではないか、そういうようなことも議論されているので、サイエンスオリエンティッドな議論っていうか、混沌としている状態なんです。でメカニズム皆さんたくさん出していて、で日本も仙台県の森さんとか、あと北大の中村哲さんとか、まあ、沖田先生の二学大のチームとか一生懸命やってらっしゃるんですけども、まだそのどんなに立派なものを迎えても、漏れてしまうというか、ものすごい研究者がいろいろなことに着目していて、どれがどれだけっていうのがまだ分かっていない状態です。それで、まあ、モデリングが、まあ、発達していったということで、これまではその例えば、北極海の海洋面積、9月の海洋面積が重要なのか、12月の海洋面積が重要なのか、そこら辺も勝手に研究者が、まあ、良さそうな季節を選んでそこから始めるというようなことで、統一された比較実験というのが行われていなかったんですけれども、今年ぐらいからですね、同じ境界条件で、同じ設定で、計算してみましょうと。例えばそのバレンツ海の氷を減らしても、成層圏の音が真逆になってしまうという結果もあって、それはやはりその SST がちゃんと設定されているかとか、そういう問題があって、それはまず統一しましょうというような、動きがあります。一方でその、オペレーショナルな、方法を設定しました。今日私が発表した、WMO が絡んでいますので、今度は予測が当たる必要がある、予報が当たる必要がある。でメカニズムは、まあ、分からない部分もあるけれども、予測が高精度になるのであれば、まずは観測を増やして、やってみましょうと。そういった動きもあって、実はその私予報科学というんですけども、その WMO 関係のプロジェクトと、まあ、サイエンス関係の、両方関わっている中で、あまりコミュニケーション実はないんですよ、その現業のセンターと。まあ、それは日本ももしかしたらそうかもしれないんですけれども、思った以上にそのコミュニケーションないので、例えばヨックで、こういう観測をやるって言った時に、じゃあサイエンス側はどういったことをやるのかっていうのがあまり連携が取れていない状態で、そこはこれから解決していく、部分かなというふうに思っています。まさにこういう機会は気象庁からも来られていて、そういう交流の機会でもあるかと思うんですが、他の担当者、あるいはフロアから今のような関係を含めて、ちょっとご意見あればいかがでしょうか。前田さん、いかがでしょうか。ありますね。はい、すみません。気象研究所の熊です。今日の話で、特にやっぱり北極圏の話とマリタイムコンチネントの話両方、伺いまして、でこういったところに気象庁とか気象研の影がどうも効いて薄いので、これはどうしたらいいのかなというのは私自身も問題意識を持ちました。で、まあ、こういったものにこう我々のデータとかとかモデリングでいろいろ関わることで、まあ、確かにそのマリタイムコンチネントとかモーラーの地域というのは非常にこう特殊な地域でもあって、そういったところでモデルのパフォーマンスどうなっているのか、そこでをしっかり調べてみるということは、まあ、大事じゃないかなと思いますし、まあ、その意味で今後どうしたらいいかって考えていきたいと思いますが、まあ、一方でそのインドネシアとかフィリピンというのは気象庁あたりもいろいろ国際協力で人を送り込んで、いろいろ対応させていただいて、まあ、現地 の、 そのキャパシティビルド、特に気象庁ですね、についてはいろいろと連携できる余地がさまざまあるのではないかと思います。でそれから北極についてもこれ WMO のプロジェクトなので、まあ、その意味で、どんなあり方があるのか、まあ、いろいろとこれからコミュニケーションは取っていく必要があるかなというふうには感じましたけれども、まあ、逆にその研究者の皆さんが気象庁気象研に対する何かこうご要望とかこうありましたら、そこら辺も教えていただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。研究者対応。じゃあ、
コーラープレディクションの方では昭和基地の観測、ラジオ存在観測を増やしましょうというような動きはありまして、現地で取得したデータを気象庁のラインに載せるというようなことを、今年テストでやったんですけども、まあ、今年の11月からまた、行おうということで、南極観測室とは少し調整を、始めさせていただいております。で来月、気象庁本庁の方で、ミーティングを局地検討を持つ予定ですので、そこら辺でまた情報交換したいと思います。北極は今のところ、どういったことができるかというのが、インドネシアはかなり地理的に難しいというのが米山さんからありましたけれども、私どもは今ロシアと、協力をしようとしているんですけれども、ロシアで追加観測を行っても GPS になかなか載せてくれないというような問題がありまして、それを例えば局地検でデータを受けて、気象庁が、他の出てもらうというようなことができれば素晴らしい国際貢献だなというふうに、私は考えているんですけど、まだ誰も言ってません。はい、ありがとうございます。インドネシアに関係ないです。いわゆる今回例えば YBC を4日の間の協力という話もありましたけれども、いわゆるそのプロジェクト同士のシナジーが当然、まあ、よくいろんなところで言われてますし、で我々もかなり意識していてですね、でもしかしたら考えたかもしれないんですけど、我々は実は YBC で結構遅くてですね、2013年に、発案してですね、2014年から本格的な動きをし始めたんですけれども、本格動きというのは宣伝活動をしてですね、いろんなところを巻き込まなくてはいけないので、WHO 関係でとかいろんなところの国際会議に出ていって、宣伝をして協力活動を出ていくんですけれども、と同時にその、みんなが認められているよということをやったり、いろんなところが検討スペースをもらうんですけれども、で例えば今ちょうど話題になる SES とかからもですね、YBC、例えば MGO とかそういうターゲットでやるべきということでエンドスメントをいただきまして、なので例えば、YBC に本人が参加している気がなくても、実は SES プロジェクトに参加している方々は結果的には YBC のデータも使うし、 YBC に対する知見も与えてくれているということで、かなりそのプロジェクトとか自分自身は意識してなくても、その自分が参加しているような国際プロジェクトを介して協力し合っているということがありまして、で実際にはそれは例えば WM の方からもむしろ言われたんですけれども、全体を見れるような立場の方がいらっしゃって、そういう方から見ると、いや YBC だけでは問題ないよくと一緒に協力しなさい、あいやよくと YBC だけでも問題ない、こういうプロジェクトあるよという形で紹介もされていますので、それで言うと、もしかしたら今この中に皆さんも YBC でぐらいで思っている方が実は関係しているかもしれませんので、それで言うと、このシナジーということを意識しておけば、もっともっと実際に言いますと思うようには協力してないかもしれないけれども、かなり密に協力しているのかなと思います。あと具体的にたまたまフィリピンの例もありましたけど、私自身もフィリピンの方に、挨拶に行ったりとか、その今後の計画に行った時には、それこそ気象庁の OB の方がいらっしゃって、具体的にちょっと、手配してもらったりとかで情報もらったりとかもしてますし、いろんなところでのチャンネルは私に有効に機能しているかなと思います。はい、ありがとうございます。もう1、2件気象研究所の方です。今日素晴らしい発表を聞かせていただきました。私は、過去10年ぐらい気象庁に季節予報を結合の例とかをしてまいりました。で、今日話を聞いて思ったのは、やっぱり気象庁で作っている季節予報のデータというのも、最近安田さんの話がありますけど、結合の例もありましたし、今日お話があった小坂さんの話がありましたように、インド洋とか、そういったところの、知恵が深まって
3番目の話題ですね、すでに、あ、ごめんなさい。なるべく短めに話したいんですけど、研究、バイオリティの話で、観測をするものを、サイエンス側と現状側でとコミュニケーションがよく言っていなくて、どういう観測をするか、話し合いがあまり進んでいないという話でしたが、観測が現状を良くする方法は2つあると思いまして、初期値を良くする、データ分解に使える観測モデルの検証に使えて、モデルのパラメータ検証をよくできる観測というのがあって、両者はかなり違うものだと思います。で、今の IoTP では、どちらかというと初期値に使える観測を増やそうという、そういう感じになっているんでしょうか。まあ、半分以上はそうです。ただし、プロセススタディとして、パラメータリゼーションを改良していくっていう、上での観測もあります。ですから全てがシノプとか、テントとかそういったデータで、横に使われるデータだけではなくて、そういう、モデルの改良に必要な観測というのもあります。ただしその2019年から1年間ドイツの砕氷船が1年間北極海に閉じ込めて観測するっていうこれも大きなプロジェクトがあるんですけども、これは WMO は直接関係していないんですけども、そこで、大気と海氷と海洋と生態系と、それを季節変動をきちんと捉えるというような計画があるんですけども、そちらの方が今、すごいサイエンスによっているというか、サイエンスによっていいんですけれども、ヨットからは非常にその、助けてもらうというか、オペレーショナルな情報を情報データをどんどん提供して、フィールドキャンペーンに役に立つようなことを考えているんですけども、そのフィードバックが今見えていないので、それは見えてくるのはおそらく、プロジェクトが終わって5年とか10年経ってからきっと出てくるものだと思うんですけども、そこの時間スケールがずれているので、そういったことが見えて、見かけ上そういうふうになっちゃってるのかもしれないです。はい、ありがとうございます。予定の時間実は過ぎてるんですけど、もう少し。はい、もうすでにですね、多少ちょっと話も出てきましたが、観測、北極南極の方がいらっしゃいますね、あるいは日本近海の都市部分とか、そういうものがかなり進んだということだと思いますが、あるいはモデルもですね、非常に構成してきたと、そのモデルもかなり解像度が上がってきたということで、ある意味で非常にうまくいっているような面があると思います。で、当然のことながら、データが集積してですね、解析するということ、そういうことが非常に重要なんですが、そのあたりで、現状あるいはその辺の問題とですね、特に YMC と IOPP のまず連携について、サイエンスで言うと、また MJ って言って言われるんですが、MJ とかでもそれが例えば北極振動とかに影響しているとかですね、そういうふうなもうあるので、それでそういう点でいくと、より大元エビゾーンの元である連帯を知り、なおかつその影響が出てくる、もしくはその、創生する北極を直接測っておくというのは当然、出てくるので、今後そういう2つのプロジェクトが進んでデータが流出すれば、サイエンス面からも最初からそういう、テーマがですね、両方があって初めてできるようなテーマをやることも出てくるだろうとは思います。ただ、むしろそれを最初に目指しているのであれば、それこそ最初から全部一周で全部でやればよかったと思うんですけれども、なかなかそこには、やるのを気づいてからそうなったということもありますので、今後そういうサイエンスが生まれればいいなというふうに思います。で、直接的には、今日の紹介とかにもありまして、私自身もお伝えしたつもりなんですけれども、データ公開が一番大事で、GPS 全部極力載せて、使うと。で、多分この会場の中の研究、解析等をされる方は、計画解析とか使う方がもう大多数だろうと。専門じゃなくても使う方がほとんどだと思いますけれども、そういうのに対してはデータを公開していくと、より正しいデータを公開していって、でそういった機関の研究データ等を充実させていくと、そういう点でたまたまなんですけれども、MC と YOP が同じ年、しかも年間という、お互いに独立して契約したにもかかわらず、
どういうかうまいこと一致してですね、そういうふうなタイミングになりましたので、それだけはいいチャンスですし、で逆にこれが出来上がった客観解釈とかさらに非常に良ければですね、これがまた基本となって役者みたいなデータをどん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 出し合ってこういうのを充実させていくべきだというのは非常にもなると期待したいと思いますので、それで言うとその連携というのは、直接的にはサイエンスもありますけれども、間接的にはデータセットもしくは客観解釈データ等を充実させるという点から両者の協力というのは、今回だけではなくてその今後にもつながるかなというふうに期待しております。私の方からはネタの方ではかなりシミュレーションが活発に行われているという印象を受けています。例えばその先ほど那須野さんがコメントありましたけど、日韓のですね、日韓の方は熱帯でものすごいちゃんと成果を上げていて、雲海山モデルが動いている、あるいは名古屋のプレス、そういったものも動いている、そういった中で北極ではそういうモデルがなくて、これは当然難しいので、北極の雲とかを再現するのは。だけれども、先月ですね、たまたま長崎大の川本先生の研究室で、がありまして、東大の佐藤正樹先生とか、あと明大の和田先生とか集まって、たまたまなんですけど、北極の雲の話が話題が多かったんですね。でそういった中で佐藤正樹先生が、日韓の北極も見えてるから、北極の雲とかもやったらいいんじゃないみたいな、そういうふうなことで、那須野さんに声をかけてくださいと、言われたんですが、やはりその、どれだけ再現できていないかをまず見ないと、国際プロジェクトで、比較プロジェクトで、よくの中ではモデリングの総合比較というのはすでに予定されているんですけども、国産モデル、日本国産モデルの参入がないんですね、今。で、そういったところで、まずはそういったところに参加して、他の国のレベルを知るとか、そういったものをやっていくのが重要かなというふうに思っています。で、これは領域モデルもそうで、プレスとか、あと NHN は、試験に移植されまして、南極の昭和 の予報とかに使われていますけれども、グリーンランド氷床上の気象研の岩見さんとかでやられているような表面の熱収支とか、そういったものはよく再現されつつありますので、そういうところを、北極海氷上に、持っていくことによって、海氷の扱いはどう、するべきなのかとか、そういったところを、これまで その熱帯地域の知識プラス北極南極の困難さを克服するような、レポートが、必要なのかなというふうに思っています。で当然その検証データはよくで取得されますので、そこから観測データ、観測屋さんのレポートが重要かなというふうにも思っています。はい、ありがとうございました。他にどうは、気象研究所の高井です。私は、ソフト貢献プロジェクトの SS というプロジェクトなので、組織に関わらせていただいております。で、今日お話があったそのヨップであるとか、DTP であるとか、YC であるとか、そういったところの観測データをどうやって現状に生かしていくかというのが大事だと思って、一昔前よりは、S2S について意見コメントさせていただきます。先ほど申しましたアークスプロジェクト、これ、筑波大の松枝さんが私の課題の中で、動いてくれています。でそこで結合モデルのセンターが結構多いので、海氷予測とか、海面水温の予測とか、そういったデータも S2S ミュージアムで、公開するように。アークスのプロジェクトとして SS ミュージアムに貢献していますので、他の国がどの程度氷の予測が合っているのか、あるいは他の国が、あるいは日本が海氷を予測しているのかどうか皆さんご確認
の違いがよく分かると思います。はい、他いかがでしょうか。パネリストというよりはちょっと今高谷さんが、公開どんどんされてるってことに対してちょっともう一つあるんですけども、気象庁からどんどんデータが出てきてそれも本当にありがたいなと思ってるんですけど、まあ、観測と現状の連携になってしまうかもしれないですけど、そこでもう一つまだ課題があるなと僕が感じるのは、観測をやって例えば GTS にどんどん乗るようには多分なってて、で観測側もだ、まあ、モデルのデータを利用するようになってるんですけど、観測して GPS に乗ったところまでは分かってるんだけど、導火に使われたかどうかまで本当は判断した方が観測側のサイドとしては厳密には多分いいなと思うよく思うんですけども、で、ちゃんと それをお願いして調べていただいたことも過去にはあるんですけども、その情報がもうちょっとスムーズに出せるような仕組みも今後考えてきたらいいのかなというふうに、現場観測でいろんなプロジェクトこれから出てくると思うんですけど、まあ、そういうプロジェクトごとにここに気象庁さんに毎回お願いしてすいませんやってくださいっていうふうになるのよりは、まあ、こういう形で仕組みを決めて、まあ、GTS に乗ったものは特別観測のこれは生かされました、だけどこれに対しては、まあ、こういう懸念があったので、まあ導火には使われないであえて弾かれましたみたいなことがですね、本当は観測する側も分かった方がいいんじゃないかなということがあります。でその辺をちょっと気象庁さん側の意見とか、まあ、プロジェクトをやる側の意見とかしたいな、はい、私もその未来とかで特別観測を行って、まあ、GTS に乗ったかどうかっていうのはすごい気にしているところなんですけども、結局これ今調べられるのがECMWF の、現状予報で、過去4回分のサイクル00061218の、シノップとか、テンプで未来だったらテンプシップなので色が違うのですぐ場所が分かっていれば、北極帯、北極帯だったらもう辺がポンと1つあるだけなのですぐ分かるんですね、ECMWF の予報には使われる。それから NSF のプレープワッパーも一応確認はできますので、そういったことで我々のデータは使われたことは分かるんですけども、気象庁で使われたかどうかっていうのがいまいち分からない。で、ECMWF と NSF で、使われ方も違っていて、未来で1日8回観測した場合、NSF はほとんど全部取り込むんだけれども、 ECMWF は1日に、2回とか間引いて使っているとか、そういうところも出てきたりしていて、スポーツ気象庁の中でどうやってやってるのかなっていうのはなかなかまずどなたに聞けばいいのかっていうのが分からなくていつも困っているところです。気象庁の方ちょっとぜひご発言がいただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、じゃあ、気象庁の物言いですけど、GTS でシップか、テンプシップがテンプで入ってきているデータであれば、基本的には認知管理を通れば使っているはずです。でただ、一つ一つのデータが、その特別観測のデータがその時に来ているかどうかっていうのは、何らかの連絡がないとちょっと分からないというところも多分あると思うので、普通に GTS に乗って、それぞれ通常のテンプシップ同じような形で入っていれば使うことになります。ただ1日何回使うかっていうのは気象庁の場合6時間のデータ動画サイクルなので、6時間のデータのパートの中で1つのデータを使う、同じ場所であれば1つのデータを使うということになりますし、別々の場所であれば新シートで動いてて、その6時間の間に移動していれば使うということになるんですけど、ただその実際に使うかどうかというときに間引きという操作がちょっとあって、あんまり近すぎるとどっちか一つだけ選ぶとか、そういう結構そういう操作もあって、そういうこともあるので、実際に使ったかどうかっていうのは後からその識別のそのコールサインを見て確認しないとわからないという状況です。で、かつて私が数値予報課にいたときにそういう部分の
まあ、先ほどの太田さんが発言されてましたけど、まあ、かつて去年まで太田さんなんかが数値化でデータを書いたわけですから、そういったところを、まあ、人をたどってですね、ちょっと聞いてみるという手はありますけど、正式には、まあ、どういう手続きが必要なのかちょっと分かんないですけど、まあ、あんまり、まあ、ただ聞いてみるだけだったら、数値化の方にちょっと申し上げるっていうので、できると思います。非支援版プレゼントみたいな、そういう。そういうモニターは、外に見えるようなモニターはないので、気象庁内でもない。庁内だと、内部モニターとしては、あるかもしれないけれど、特定の担当者だけが見るようなものになっているんじゃないと思うので、もし間違った、最近の数値を書く人でもし間違ったら訂正してほしいんですけど、西山学院は、モニタリングセンターというのをやっていますので、それで出して、少しだけ補足させていただくと、今 WMO で YOS というプロジェクトが走っていまして、まだ実装され完成にされてないんですけれども、従来型の観測データの品質をモニタリングすることを地域センターごとにやるという仕組みが、仕組みになりました。で、気象庁も地域センターになっていまして、観測したデータを観測したものにフィードバックする仕組みが今作られている最中です。で、少しちょっと難しいところがあるのは、分野付近のデータとかですね、機密のデータがありまして、これどこまで公開できるのかっていうのを WMO でもまだ考えているようなので、完全に一般に公開できるようになるのはできるかどうかもちょっとまだ分からないということです。ただそのWMO でも観測した人に観測の品質をフィードバックすることが大事だということが長く議論されていて、ようやくその場合もする仕組みでそれが実装されるようになってきています。なる方向になっていますので、状況は改善していたはずだと。ありがとうございました。はい、まだあるかもしれませんが、相当時間が過ぎてきましたので、それではですね、最後のテーマになります。まあ、先ほどもちょっとあたりから質問ありましたけど、今後の展望を課題というところですね、あるいはここにもいらっしゃっていると思いますが、特に若い研究者ですね、メッセージということで、これもまた、まあ、大体もう言いたいこと言ったんですけども、若手研究者ですね、やはりここにもいらっしゃっていると思いますけれども、いろんな方とコミュニケーションを取っていただいて、どん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 質問してやりたいことを、ぶつけていってほしいなと思います。で、私今回今大会の実行委員でもあるんですけども、昨日懇親会が参加者が学生さん19人でしたっけ、結構多かったんですね。それでまあそれでもいいんでしょうかね。まあそれにしてもまあ、喋る人があまりないのに参加してくれて、嬉しいんですけれども、やはり積極的に話しかけてきてくれる人もいて、まあ、たまたま昨日私の祝賀会がそのあたりに予定されていて、もしその未来に参加される方だったんですけど、未来の教皇会行くんですよって言ってくれたんで、じゃ全然今日初めてだけど、祝賀会来ますかみたいな感じで、若手をどん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 その連れて行って、その北極だけじゃなしに、こういう研究者、あるいはこういう研究者がいる、こういう研究分野があるんだっていうようなことを、中堅シニアの方がどんどん積極的に、示していくことが、裾野を広げていく、あるいはその修士課程から博士課程に行く研究者になるっていうような、段階で、重要な部分かなというふうに。観測等なんですけれども、やはりそのいろいろな財政事情とかですね、例えばその日本近
そういう現場観測も非常に十分な意義がありますので、まあ、そういうところはですね、おろそかにならないように、まあ、いろいろと働きかけていく必要があるかなと思っていますし、まあ、逆に言うと最いろいろなその最新の技術それからですね、もう一つは実は今日ご紹介できなかったんですが、まあ、今日はターミナルスケールまで行ったんですが、実は会議の方ではですね、どうも、こういう海面の SSD によってですね、その清掃度が変わると、どうも雲の、状態が変わっていくというマイクロフィズクスの影響するんじゃないかということで、そういうような実は示唆がやられる研究計画も出てるんですが、やっぱそれは航空機でですね、きちんと抑えないといけないような、そういう部分もあります。ですから衛星等も非常に重要なんですが、やっぱり現場でそういう航空機でですね、きちんとそのエアロゾル雲粒等きちんと抑えられるような、そういうような、まあ、研究の、まあ、リソースがきちんと整っていくというところも、やはりこれから日本のコミュニティにとっても重要なのかなと思っておりますので、まあ、大型研究等も、今進んでおりますが、そういうところで、さらに、まあ、若い人も参加できるようにですね、そういう観測、それと、まあ、モデリングと思えば融合というのがこれからすごく必要なのかなと思います。でもう一点はですね、やはり、今日も少し申し上げたんですけども、今回分かってきたことは、やはりその、公開増動化していくというのは、モデルにしたデータ収集に必要 で、注意度のところはですね、例えばその、黒潮の、まあ、俗流とかですね、どの辺りまできちっと表現できるか、その辺面からですね、問題がどこまで今後の将来予測できるかと、これはまあやはりその、どこまで公開増動の、まあ、モデリングができるかというところにかなりかかってきております。で、まあ、非常にここはこれは計算資源、と同時にですね、いろんなそのデータの、利用、それからまあ通信速度、まあ、さまざまな、ね、制約の中で、やっていかなきゃいけない。でそれは非常にチャレンジだと思いますし、まあ、その中でですね、まあ、いろんな工夫をしながら、STM 等をやりながらですね、その温暖化の、まあ、予測、対策数値予報だのです、ね、季節予報等に使えるようなですね、まあ、そういうようなこれから研究もきちんとやっていかなければならないなと思っていました。そういうところに、若い人はですね、まあ、どんどん参加して、でいろんな分野の人と交流してですね、まあ、どんどん自分の興味を広げていただいて、積極的に関わっていくと、まあ、いろんな分野のですね、まあ、総合力みたいなものが、まあ、試されているような状況ですので、そこにチャレンジしていっていただくと、ありがとうございました。はい、私、そうすると言おうと思ってなかったので、自分で分かって研究者だと思ってたので、あまり大したことは言わないです。まあ、今日私のお話ししたことは、まあ、多くの方も忘れるかと思っていますが、インド洋前熱を貯めて、それが BJ パターンを練習してるんですよと。それは別に間違えているわけでは決してないんですけれども、その後の私が話したことは、それを現象の一部として含むような、より包括的な見方を探索していこうということをやってきました。それは、なんていうか、もちろんその前の理解が間違っているわけではなくて、それを同じことを違う角度から見たり、それを含むような一般的な考え方を探索してみたりとか、そういうことを進めてみました。だから、まあ、なんとなく分かっているように見えることでも、もうちょっと角度を変えて考え直してみたり、それを、もうちょっ
く考えてみると、実はなんか新しいものが見えてきて、なんか新しい、理解を生み出すことができるのかなと思っていますので、若い人は若手に限らずですね、そういう研究の進め方もあるのかなと思います。自身言っておくと、皆さんが言っておこうと思っているんですけれども、今日もお話ししましたけど、YMC2 年間なんですけれども、2年で当然終わりは最初ではないと思っているので、続けたくて、で特にそのキャパビルとかアウトリッチとかも話しましたけれども、現地の人たちからそれこそ自分たち続けたいというふうな、いうのを目指したいなと思っていますので、そういう点で言うと、その2年間で、いかにその現地の理解を得ていくかということだと思うんですけれども。で普通に冷静に考えるとですね、じゃあそれを実践するためにはどうしたらいいかって考えると、一番手取り早いのはですね、実は成果ですよ、ね。こういうのをやったら、どれだけ、例えば地元の人が本当に、例えば数値モデル改善が全然できるよ、よくなってるというのを実感すれば、多分、じゃあ自分たちでやってみようとかいう、少しはその重視になると思うので、そういう点でいくと、この2年間をかけて、現象を解明するために努力もしつつ、だけども結果的にはそれが、その次にもつながるということなので、私自身頑張っていきたいと思いますし、特に YMC、まあ、YMC に限らないですけれども、プロジェクトを参加する、で特にその現地に今後も期待するような、少なくとも同じ志を持つ方はですね、まず自らが成果を出すというところで、頑張っていきたいなという指標をしておきたいと思います。であともう一つ、この、コンテンボードであるとか、課題に関して言うと、特に若手の方へという観点からするとですね、当然、ご意見をすると参加しませんかみたいなことは、まあ、言いますし、実際年間もありますので、ああいう今年 の11月の観測はですね、手続き、もういろんなクリアランスを取る関係でですね、今から観測に参加するといっても、見学には来れても、なかなか現地参加はちょっと難しいんですけれども、まあ、2018年もありますし、でそういうのに参加したらどうですかっていうのは簡単に言うことはできるんですけれども、あえて言いたいのはですね、私、この中には会場にいらっしゃる方も必ずしも皆さん観測されてない、実はモデラーこそ参加してほしい。で、モデラーが参加し仕方っていうのは、実際にその研究データを使って当然やるっていうのもそうですけれども、極端に来ていただいても構わないというか、むしろ来ていただいた方がいろんな貢献もできてですね、例えば自分のモデル結果が本当に現実どうなっているかとかを見るのも、モチベーションとしての向上が大事ですし、もしくは現地のモデルの人たちと、話をしてみるとか、自分たちのノウハウを提供するということもありますし、そういう点でいくと、必ずしもキャンペーン、観測キャンペーンは観測さんのものではなくて、モデラーの方も非常に多く、参加するチャンスなので、そういう点でいくと、特にこの若手もしの中で、自分は別に存じ上げるわけではないけれども、ちょっと興味あるのでという場合には、自分の専門に関わらず、声をかけるというのは大事だと思います。で、これはですね、観測、この時だけが決まっていわゆる、当然こういう国際プロジェクトをやっていると、国際コミュニティ当然伝わります。で、現にすでに YMC というだけで何百人というふうなコミュニティができていて、でこれからいろんな国際会議、いろんな AGU、ALS、JPG とかそうですけれども、毎回毎回こういうセッションが、ね、多分いっぱい出てきます。そうすると、このメンバーでというのはですね、どんどん海外の方の研究者とも触れる機会が非常に増えるし、その時に自分は YMC のメンバーだったんでというだけで減らすというのもかなり敷居が下がると、会話できますので、そういう点で言うと、ある意味使ってくれればいいなというふうに思いますので、キャンペーンというのをその観測に参加するメンバーとしてだけではなくて、もうちょっと幅広く捉えてもらえると、もうちょっとなんか視野が広まるかなと思うし、こちらの人もむしろそういうのを探さないと、なかなか見つからないぐらい今結構、観測の方法を、信じてますので、そういう意味ではこちらとしても協力を求めていただきたい、求めたいですし、皆さんからもそういう目で見ていただければありがたいなというふうに思います。はい、私からは現状、演奏の現状の予測としての立場で言わせていただきますと、重要なのはそのいかに持続可能な観測を築いていくか、まあ、演奏に関しては1980年代から、とか、フォアとか、そういうもので観測網が、考えられてきて、比較的、まあ、演奏の重要性も皆さん もちろん分かっていて、まあ一番充実している観測網があるんだなというところで、実は2010年代に入って、NOAA で、タオウイが、継続できない危機にあったり、
まあ、現在もだんだんこう、その今の田を捉えてもあれを維持していく、状況がこう危機的になってきている、まあ、そういうところで、まあ、GPOS2020 といったようなこういかに持続可能な観測も作っていくかというのが世界中で話されている、まあ、そこには、もちろん採石でどういうメカニズムでどういうところを測るのがいい、あと、まあデータローカーであったり予測実験をしたりしてどこの場所が一番キーになる観測網であるというところも、考慮しながら話し合われているというところで、まあ、観測とかモデル、解析といったような、まあ、総力を上げて、まあ、これから、持続可能な観測網ですね、まあ、エンソーが世界の飛行の、まあ、主要なドライバーであるわけですから、そういうところをいかに作っていくかというのが非常に重要なのかなと思いまして、あと気象庁のモデルで言えば、気象庁のモデル、エンソの予測というのは2000年代から非常に、予測が向上しました。で、まあ、その間にもいろんなそのメカニズムがいろいろこう研究されてですね、で結構すごくこの基本的なというよりはかなり細かい、メカニズムというのがいろいろ提唱されてきて、でそれらすべて今パンが体現できるかというとそういうわけではないわけで、今後さらにモデルの予測を上げていくためにはそういう細かな、まあ、エンソの非対称性もそうでありますし、まあ、他の地域の変化、強盗であるとか多様性であるとかそういうのを全て、まあ、再現していくには相当なその、その解析であるとか観測であるとかモデルの開発とかも全てこう集結しなきゃいけないような状況になっていて、それをさらに勉強の場でいかに予測につなげていくかということになるということで、もう、まあ、観測モデリング解析がさまざまな、協力が今後もますます必要になってくるのかなと思います。で、ここに若い学生さんとか若い人ちょっとリーフどのぐらいいるのかわからないですけれども、僕は、まああのまあ、そんな学生さんに何かメッセージというのは、おこがましいんですけれども、まあ、僕が学生の時に指導教官に言われたのは、まあ、一点突破全面展開、私は学生運動の言葉だと思うんですけれども、まあ、もちろんその視野は広く持って、いろんなところに目を向けておきつつ一点突破すれば全面展開できるので頑張りなさいといつも言われていたので、まあ、その言葉を今の若い学生さんに、投げかけたいというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。その方からどうしても言いたいという方もしおられたら、はい、手を挙げてください。すいません、いろいろ聞いた後で申し訳ないです。一般の人がどのぐらい来られてるか分からないんですけど、その新しい気象学という話なのにもかかわらず、その一般の人に対して気象学のイメージが多分一番大きい天気図とかですね、それから天気予報の言葉みたいなのが全然来なかったのがこのシンポジウムの非常に大きな特徴だと思います。で、それなぜかというと、特に熱帯はそうですけど、例えば人材育成とも関係するんですけど、その気象予報士の人が今回来るかどうか分からないんですが、気象予報士の人をそのまま熱帯に行って気象日本中度でやったことを同じことをやっても多分生きない。それなぜかというと、その起きている気象現象 の, その一般の人に分かりやすく説明するため の, そのサイエンスに裏付けられた概念みたいなものが全然その中度で使われるものが使えないからですね。例えば熱帯とか、だからそういうものをこれからやっぱり若い人は作っていかなきゃいけないんじゃないかと私は思います。年寄りの人に、今の低気圧とか低気図っていうのは大体100年前にそのノルウェーのエアクネスだとか何とか作った話ですけど、その当時彼が19歳でそれを作ったわけで、そういう話はやっぱ若い人が、作っていかないと、いくら物理量がとしての観測精度が上がったり計算精度が上がったりコンピューター の, その資源がたくさんできても、その気象学としては前に進まないような気がするので、と思います、ということです。はい、ありがとうございます。他にどなたか、はい、まあ、自分もどちらかというと、どちらかと言わなくても若手研究者だと信じているんですが、ワシントン大学の大山です。まあ、ちょっと今の話のレスポンスにもなるかもしれないんですけども、特に今、まあ、気象学というよりむしろその他の分野かもしれないですけど、その 機械学習とか、ニューラルネットワークみたいな、なんかそういう、まあ、昔 の, その天気図を書いてたみたいな、そういうことをなんかまあ自動化しているとか、なんかそういう新しい技術みたいな、結構、流行ってきてるなと思っていて、まあ、それがどのくらいその気象学に応用できるのかなっていうのは、まあ、ちょっと気になっていて、まあ、だから、もう、自戒を込めてなんですが、まあ、その、なんだろう、
新しい解析手法に、まあ、フットワーク軽く挑戦していけたらいいなというふうに思っています。もう一つ、やはりあの温暖化しているっていう状況を考えると、その近畿の大野さんが、再開席で、PR 賞をいただきましたけども、やはりその今あの、温暖化していくときにその観測をきちっとしておかないと、本当にもうそれは再現できないものであるので、まあ、特にその、北極、まあ、もちろん熱帯もそうなんですけど、北極の場合に、まあ、氷だけが注目されていますけども、その大気の状態とか海洋の状態っていうのは、多分将来も実現しないものである可能性があるので、そういったものについて、本当にその観測データが一番最初なんだということをきちっと していただいて、まあ、そういう認識を非常にあの私自身持ちましたので、そういう地球の履歴を捉えるという面でも、やっぱりしっかり観測ができればいいんじゃないかなという印象を持ちました。はい、ありがとうございます。まあ、今回ですね、ワイエビそれから、バイオビーですか、まあ、たまたまですけど、日本人の非常に高い、まあですね、国際的な、研究ということですが、まあ、基本的にやはり小学の進歩にかなり観測まあ、そういう意味でですね、まあ、こういう形で新しいデータがこれから2年間、出されていくというのは、そういう意味でまた新しい飛躍のですね、非常に大きなチャンスになっているというふうに私も思いました。まあ、ちょっと時間が長くなってしまいましたけど、これでですね、シンポジウムは終わらせていただきたいと思います。今日ご発表いただけた、またフロアからも大変熱心なですね、ご発言をいただきまして、おかげさまで大変に充実したシンポジウムになったんではないかというふうに認識しております。改めてですね、発表者の方、それからフロアの方に、お礼の拍手をして、この会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。